こんにちは。今日は中倉山にやってきました。では行ってきます。今年は紅葉が少し遅れていますが、紅葉登山の参考にしていただければと思います。駐車場にはトイレがなく、大畑沢無料駐車場まで戻らなければいけませんでした。トイレ自体は工事用トイレでしたが、綺麗でした。地図を確認。まずはゲートを通っていきます。今日は足尾赤金親水公園駐車場から中倉山取り付け店を通って、中倉山ピストンです。アスファルト道をしばらく歩いて松木川を渡ります。水が意外と綺麗です。魚が泳いでんの見えます？ちょっと見えにくいかな。この分岐が分かりにくかったです。よく分からなくて、私はまっすぐに進んでしまいましたが、ここを左に行きます。よく間違う人が多いようで、歩いていたら工事のおじさんに、中倉山行くんだったらこっちじゃないよ、向こうだよと教えてもらいました。助かりました。案内表示はこれだけだったので、ここまで書いているんだった中倉山の案内も出してほしいところです。間違いやすいので気をつけてください。橋を渡っていきます。この導入管の下を通っていくのが目印ですね。紅葉がとっても綺麗ですね。中倉山はコースタイムだいたい5時間程度なのですが、1時間から2時間くらいをこんな感じで穏やかな道を歩いていきます。中倉山取り付け店あたりに駐車場があったらちょうどいいんですけどね。トイレがあります。中倉山取り付け店に着きました。中の方はさっきと同じでとても綺麗です。ここから登っていきます。中倉山は栃木県日光市にある山で、足尾銅山の精霊によってハゲ山になったお山です。足尾に緑を取り戻そうという運動で、現在は少しずつ緑が戻ってきているようです。ここに来る途中も木を植える工事をされていて、頑張っているようでした。さっきまでの穏やかな道が嘘のように、かなりの急登です。急に木が上がります。中倉山は標高1530メートルのお山です。新山からスカイ山へ続く稜線の左側に位置する山です。あまりに急なので、ロープを伝って登っていきます。私は結構直登好きなので、きついはきついですけど面白かったです。コンビニ紹介です。東京方面から来るとローソン足尾店が最終になります。野外活動部は山と旅を生きやすく、行った気になる動画作ってます。登山や旅行好きはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この直登部分、時間的には1時間程度なので、皆さん休憩しながらじわじわ登っていました。この急登を登りきると山頂の稜線に出ます。その稜線がとっても綺麗らしいので、楽しみにしていてください。頑張って登ります。途中面白い木がありました。なんでこんな風に伸びてしまったんだろう。実は私、中倉山を知らなくて、雑誌に取り上げられてそれを見て行ってみようと思いました。景色が見えてきました。だいぶんと登ってきましたね。山頂まであと少しです。急登終わりかと思ったら、もう少しありました。景色を見ながら頑張ります。今日は夕方までに戻らないといけないので、中倉山まで行って様子を見ます。雑誌では中倉山から沢入までの稜線が綺麗という特集だったのですが、急登も無事終わり、また穏やかな道に戻りました。足尾の山々が見えます。山頂あたりは紅葉はちょっと終わっちゃったみたいですね。もう少し早かったら真っ赤ですね。また冬の時期に来ると周りの山が白く雪化粧して、またそれはそれで綺麗な景色が見れるそうです。あれが男体山ですね。
少し雪が積もっています。今日は天気もいいので山頂からの景色が期待できますね。北側の景色も綺麗ですね。このような感じの道がしばらく続きます。茂みの中からちらっと景色が見えたり、急登からのこの道は間ちょこちょこと景色が見られ、楽しく歩くことができます。日がなくなってきました。いい景色ですね。そろそろ山頂かなと思いましたが、もう少しでした。ここからが本当の稜線歩きでした。両側に絶景が広がります。人がいるあたりが山頂ですね。気持ちいい。ここを歩くために登ってきたようなもんですね。山頂到着しました。山頂からの景色です。しばらくお楽しみください。足を銅山の削った跡がすごくよく見えます。あちらが男体山、中禅寺湖方面になります。この稜線を歩いていくと入山沢の方に向かいます。気持ちよさそうですね。今日はサンドイッチをいただきます。ちょっと風がきついんでね、サクッと食べておりましょう。では下山していきます。下りも景色を楽しみながら下ることができます。帰り道、とってもいい撮影スポットがありました。気持ちいいですね。低山ながらにとても素晴らしい景色です。落ち葉がハラハラ落ちるのを楽しんだり、息に合った変わった木でまたがって遊んでみたり、行程も短いので気楽な登山ができました。初心者の方でも急登はちょっと大変ですが、のんびりゆっくり行けばご年配の方や小さなお子さんでも登れるような山です。もう少しで駐車場です。冬は数センチほど積雪するのでチェーンアイゼは必要です。思った以上に綺麗な景色だったので、今度時間があるとき沢入山まで行ってもいいかなと思いました。場所が日光でもいろは坂の運転がないのも個人的に助かります。はい、ゲートに戻ってきました。これからがいろんな山が紅葉していきますね。紅葉登山、行き先の一つに参考になればと思います。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。帰りに環境学習センターで足尾銅山の歴史を学びました。学習センター行く前のこの滝も綺麗ですね。こちら学習センターになります。包丁は開いてないのですが、こちらにもトイレがあります。時間はこんな感じです。こんなのも販売しています。こちらで休憩とかもできますね。9時半以降に利用であればトイレはこちらの方を利用した方がいいです。とっても綺麗です。足尾山地は江戸時代から続いた銅の生産をめぐって数奇な運命に左右された山地です。足尾銅山は明治10年から本格的に銅の生産が始まり、昭和48年まで行われてきました。精錬用の燃料として周辺の山林は伐採され、アリウ酸ガスによる塩害や山火事によって森林は荒廃していきました。この結果、山に保水機能がなくなり、下流に大きな被害をもたらしたのです。このため荒廃した山を元の森林に回復するという一大事業が開始されたのです。むき出しになった山に階段を作り、苗木を植えていきました。昭和27年には植生盤が考案され、大いに緑化が進みました。
は植生盤に代わって肥料や土、種子が混ざった植生体を等高線に沿って斜面に貼り付けていきます。やがて中から草が生え、草の根でしっかり土を固定して斜面を安定させます。冬の斜面では命綱を体に巻きつけて種子を吹きつけていきます。足尾山地には人が登れないようなところも多く、そのような場所ではヘリコプターによる種子の吹きつけが行われます。緻密な努力と研究を繰り返しながら荒廃した山地の復旧に取り組んできました。こちらではここに入らないといけないダムカードがいただけます。足尾銅山の歴史も分かり、意外に知らなかったことを知ることができました。ご視聴ありがとうございました。次回は日曜18時から白びそ峠など南アルプス西側の観光案内です。山を眺めるにはとってもいいです。次回の動画もお楽しみに。ここです、ここです、ここをポチッとお願いします。またお会いできるのを楽しみにしています。